ワンダースワンワンダースワンカラー。スワンクリスタルスワンクリスタルは2002年7月12日にバンダイより発売された携帯型ゲーム機。SCR と略記される。定価7800円。ワンダースワンカラーの総合互,互換機でワンダースワンのシリーズ最終機。その性能ゆえ専用ソフトは存在しない。基本仕様はワンダースワンカラーと同じだが液晶画面が STN 液晶から TFT 液晶に変更された結果残像が軽減されて画面も明るくなった。使えるソフトもワンダースワンカラーと同一でワンダースワン用ソフト、ワンダースワンカラー用ソフトが使用できる。それ以降に発売されたワンダースワンカラー用ソフトのパッケージはスワンクリスタルでも利用できるようになっていることが強調されるように変更され左側にスワンクリスタル 右肩にワンダースワンカラーのロゴが表記されている。ワンダースワンカラーの STN 液晶は非常に暗く見づらかったため、待望の TFT 液晶採用となったが、実機上、ワンダースワンカラーよりも発色が濃く表示されるため、同じソフトであっても色味が大きく異なるという問題も起こった。新しいカラーバリエーション2種を追加してほどなく、バンダイは同期を受注生産扱いとし、 そのまま市場は縮小していった。ワンダースワンカラーには、ファイナルファンタジー3や、聖剣伝説2の移植予定があったが、移植されることはなかった。基本的には、ワンダースワンカラーと同様だが、コントラストの設定及び調節つまみが廃止され、画面に関する調節は、不可能となっている。しかし、電源ボタンはプラスチックを使用したものに変更され、ゴム製スイッチを使用していた。 ワンダースワンカラーにあった。長年使用しているうちに、指の油が染み込んで電源が切れなくなってしまう。問題が解決された。オリジナルカラー後発の2色は公式サイト上で、人気投票を行い、8色の候補の中から決定。新色への投票者の中から合計100名に本体が、プレゼント。ママミッテタニタより発売された、妊婦用脂肪系ママミッテに同梱された本体。 脂肪系と赤外線通信が可能となるカートリッジが同梱。独自の起動画面が表示される以外は従来のスワンクリスタルと同様で専用カートリッジ以外のソフトも起動できる。ありがとうございます。